アジザリとは、イスラエルの装甲兵員輸送車で、イスラエル国防軍では、不評突撃輸送車と呼ばれている。アラブ諸国から露核した、ソ連製 T-54、55戦車をベースに、製作されている。エイクザートとは、英語で、クルーエルレディー、日本語で、冷酷な淑女という意味である。IDF は、第4次中東戦争以降、 不評を戦車部隊に随行させるための輸送手段として、アメリカ製の M113 ゼルダを主に使用していたが、戦争の形態が市外での低強度紛争に移行するとともに、対戦車ミサイルや RPG-7、地雷や 14.5mm 重機関銃弾などに対する M113 のアルミニウム合金装甲の脆弱性が大きな問題となった。 マガフやショット用のブレーザーエラでは重い上に APC の薄い走行には負荷が大きくそこで軽量化のためのパンチ穴の開いたスペースドアーマー等がを取り付けて一応の対処が行われた。ついでより新型のラファエル製爆発反応装甲であるクラシカルエラによる防御も検討されたがコストの関係で限定仕様に終わった。 さらに入手したアメリカ軍の M2 ブラッドレイ不評、戦闘車の砲塔を取り去り、オーバーヘッド式の火器システムと増加装甲を追加する改造を加えた試作車両を製造した。後には旧型のメルカバマーク1をベースとし、ネンメラ不評戦闘車を試作した。この名称は目標の意味である。この車両は重量増加に対するサスペンション強度が不足したことなどから断念された。 試行錯誤の末、センチュリオンの車体をベースにした、ナグマショット走行兵員輸送車が開発され、量産配備された。ナグマショットは防御力という面では、申し分なかったが、問題点として、後部昇降予地がなく、兵員は、上降時に敵の重火にさらされるという欠点があった。ナグマショットは、M113 の代替としてこの車両を受領した。 公兵部隊では大変好評であったが、兵員輸送車としては問題を抱えたものであった。これらの代替となる強固かつ安価な APC が求められ、過去の戦闘でアラブ側から数百両を旅客していた T-54、55を自国用に回収したチラン -4、5をさらに改造して APC にすることとなった。開発は、 ニムダ社によって1980年代初頭から始められ1990年頃より運用されている。この後、開発停止状態にあったメルカバマーク4の車体を用いて走行兵員輸送車を製造する計画が再開された。これはナメル走行兵員輸送車となった。名称は、今日の意であるアチザリット後期型の車体後部。右側が、 兵員昇降口、左がエンジン収納部。兵員昇降口には防弾ガラス製の窓が追加されている。基本構造はオリジナルの T-54、55戦車の車体をスペースドアーマーを兼ねた燃料タンクで取り囲んだ構造になっている。エンジンもより強力な M1955mm 自走流弾砲の 物をベースにした新型ディーゼルエンジン 8V-71 タまたは 8V-92TA、ザブに乾燥され、車体の左後部に収められている。その右側に、閉員の昇降口が設けられ、ハッチは上下に開くクラムシェル方式となっているが、前方の敵側からも、閉員昇降中であることが露呈してしまうという欠点がある。サスペンションも、 国産の強力なものに交換され、重量に対して不足気味のエンジン出力を補っている。車内には乗員保護のための対 NBC 兵器用換気システムや自動消火システムが装備されている。2000年代頃から機動輪や離体をメルカバのものに換装したタイプも見られるようになった。ラファエルオス武装はマグ 7.62mm 機関銃を三丁装備しており、 コストの関係で一丁だけが、ラファエル製の遠隔操作式重刀である、ラファエルオスに搭載され、車内からの遠隔操作が可能である。また、車内装填式の 60mm 迫撃砲も装備している。このように、APC としてはやや重武装であることから、不評戦闘車に分類されることもある。また、オスを外して、通信機能を強化した戦闘式車タイプ。 負傷者の緊急搬送に使用される野戦救急車タイプ、公平対応に造具箱を増設し、予備ホイールなどを搭載した戦闘公平車タイプも存在する。本社やショットから改造された、ナグマショット、ナグマホン、ナクパドン、プーマなど、重防御の兵員輸送車、不評戦闘車、戦闘公平車の登場により、従来の m 1 1 3 z ルだけは予備役に移行しつつある。 ありがとうございます。